まださ、眉唾で聞いてほしいんだけどさ、いや、ほん、私にとっては本当の話なんだけど、はい、子供の頃に高2に会ったことがあるのよ。はい、高2ね、はいはい、でそれがさ、角じゃないんだけどちょっとコブみたいなのがこう、はい、あんの、頭の、はい、コブ、うん、1個だけ真ん中に出っ張ったのがある子と、ええ、両方頭のこっちとこっちに猫耳みたく出っ張ったのがある子といて、はい、それが本当にコブの硬くなったみたいな、はい、牛、乳牛とかって飼ってる乳牛ってちっちゃいうちに角取っちゃったりするのよ、うん、危ないから、うん、そうするとここのところにボコってコブの角の残骸みたいなコブが残るの。あんな感じに2つ乗っかってる子と1つ乗っかってる子がいて、で顔はね、ハリーポッターを見た人は思い出してもらいたいね。ドビーみたいな、目がねグリーンとでかくって、まあ人の顔には見えないのね、人の顔に近いんだけど、グレムリンのギズモみたいな顔に近いのかな。 あれの 毛をこう人肌にしたような、毛を取って人肌にして、ちょっと産毛の多い、いや産毛はないの、産毛はなくて、あの本当にドビーの肌みたいにね、あのおじいさんとかおばあさんの肌みたいにちょっとシワが出てんのね、プリプリしてなくてシワが出た肌で、でちょっと小顔なので、目がでっかくって鼻がちょんとついてて口はでかいのよ。で痩せてて変な布みたいのまとってんの。はあ、すごいですね。うん、で遊ぼうって言われて手はつなげたんだけど腕はつかめなかったの。ああ、手をこうスッとスッと通り抜けちゃうみたいな。そう、遊ぼうっつって向こうが手を伸ばしたその手はつかめたの、うん、で一緒になんか神社の方に走ってって子供の頃にね、掴めたんだけど鬼ごっこしようって、なぜか鬼だからか知んないけど鬼ごっこしようってことになったの、うん、それをね、鬼ごっこって言葉じゃなくて別の言葉で何か言ったのね、うん、なんとかの儀をしようして遊ぼうって言われて、うん、何の儀って言ったら、うん、ついなだったり、お前らは鬼ごっこって言うんだよ、言ってる遊びだよっていうので、分かった鬼ごっこねっつって、うん、そういえば鬼っぽいなこの子たちとかなんとか思いながら、うん、でも一人でつまんなかったし、うん、いいよっつっておいでって言われたからその手を掴んで行ったの、うん、鬼ごっこだからさ追っかけてってもう触れるとこ全部触るじゃない、うん、タッチしないと鬼変われないから、うん、でお前鬼になっていきなり言われてしょうがないから先生が鬼に鬼にされたんですねお前鬼になって言われてしょうがないから追っかけてて、そんでタッチ捕まえるは早いから無理だったんだけど、タッチしようと思ったら全然できないの、かすりもしないの、こう触れないから、うん、あれなんでこんなことが起こるのって言ったら、なんだおめえ触れねえのかってむちゃくちゃですよこの野郎思ったんだけどさ、で、だんだん日が暮れてきちゃってかわいそうだから代わってやるって途中で言ってくれて、で、まあ、それはさかわいそうだから、そうかわいそうだ、お前かわいそうだから代わってやるっつって、今度おいらが鬼だみたいなこと言い出して、なんかその頃俺とか僕とかいう子はいたんだけど、おいらって自分のこと言う子なんて私の周りにいなかったから、変なこと言うなこの子と思いながら、うん、でおいらが代わりに鬼になってやるっつって、でお前ら逃げろとか言われて、でコブが一つの子が鬼に、それ二人っきりでやったんですよね。三人だよ、コブが一つの子とコブが二つの子と、で頭ハゲチャビンなのね、ほぼ、うん、ちょっと産毛みたいのがうっすらあったんだけど、うん、ほとんどハゲチャビンなの、うん、しかしそれ旗から人が目撃したら一人遊んでるように見えたでしょうね。わかんない、うん、周りに人いなかったから。それでさ、かわいそうだからってお前ら逃げろって言われて、でコブが2つの子と一緒にわーって逃げたの。同じ方に逃げたら捕まっちゃうじゃん、だから別の方に逃げようと思うのにそのコブが2つのやつがテケ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 みそかす走りして私の後ばっかりついてくるのね。ところがさ、いざ捕まりそうになるとスッと私の前に回るのよ。でなぜか私は触れなかったのに、そのコブが1個の鬼は触れやがって私の背中にタッチしたの。なんかショックじゃない、ずるいとこ思って、まあ、ずるいですね、うん、でずるいと思ってやり返してやると思った時に、あのうちの親が迎えに来て、うん、帰るわよって言って、なんか それね、
うちの親がよく拝み屋さんって知ってる、うん、ご祈祷とかしてくれる人なんだけど、はい、そういうところにさご利益信仰、うん、なんか神様とか仏様とかお祭りしてて、でお願いをすると叶うみたいな拝み屋さん祈祷師っていうの、うん、みたいな人のところに通うのが好きで、で一人にしとけないからって連れてこられて、なんてここで待ってなさいって言われて待ってたとこだったから、帰るわよって言って、そしたらなんかその拝み屋さんとこから戻ってきたうちの親を見て、あ触っちゃった、見てそのコブが2つの子と1つの子2人揃ってさ、やべえ怒られるっつってダダダダダって言っちゃったの、うん、貴重な体験しましたね、うん、でやべえ怒られるって、うちの親って友達連れてくと必ず怒られるって言うのね、あお前の母ちゃん怖えって必ず言うの、うん、だから同じこと思ったんだとばっかり思ってたんだけど、その話を帰って次の日に友達にしたら、うん、そんな子いるわけないじゃん、人間じゃないじゃんそれって。いや明らかにそうですよね。でも私人間じゃないと思わなかった、思わなかったの。すごいですね、面白い格好した子だなっ て, あのなんかそれって小説のタイトルにもありましたけれども、うん、リアル鬼ごっこですね。そうだね、リアル鬼ごっこじゃないですか。すごい体験されてますね。私さちっちゃい頃ぼーっとした子で今もちょっとぼーっとしてるんだけど、この人人間じゃないとか人間だとかいう区別がつくのがだいぶ遅かったのよね。公認って言ったら僕にも公認が昔ついてたんですよ、うん、最近まだ見ないですか。最近は見ないよ、いるのは時々感じるけど。あ本当ですか、うんうん、多分 ねその公認と近いから公認って呼ばれるものなんだと思うんだけど、ね、見れたら鬼ごっこして遊びたいですね。どうだろう、おっさんは嫌いかもよ。ちなみにですね、うん、資料を見るとですね、うん、この平安時代で行われていた追儺の儀式が、うん、民間に伝わって子供の遊びに変化したのが今の鬼ごっこだと書いてある資料もあるんですよ、うん、へー。なので、うん、追儺の 儀式だとかって言いませんでした。いや覚えてないよ、子供の頃の話だもん、うん、でもなんとかの儀をして遊ぼうって、うん、まあでもなんかちょっとこう点と点がつながりつつありますね。なんとかの儀をして遊ぼうって言われて、何の儀って言ったら、お前らは鬼ごっこって言ってる遊びだって、面白いですね、うん、なんか喋り方はとにかく個性的な子だなと思って、見た目だけじゃなくて喋り方も個性的な子だなみたいな、まあその頃は個性的なんていう言葉は知らなかったから、まあそんな感じでちょっと違和感を覚えつつ面白いなこの子たちって思って遊んでたんだけど。